このロープウェイは標高 1828m の黒部平駅から標高 2316m の大観峰駅へ距離 1700m 高低差 500m を登ってまいります。またご覧のように駅と駅との間に一本の支柱のないワンスパン方式としては日本で最も運転距離の長いロープウェイでございます。この立山ロープウェイは昭和45年運転を開始いたしました。約3年の歳月と延べ14万人の汗と力によって完成したものでございます。動く展望台立山ロープウェイ、どうぞ快適な乗り心地をお楽しみください。まもなく大観峰駅に到着でございます。